え、どうして私の名前を？キリトさん、どこかでお会いしたような気はするんですが。ごめんなさい、私昔のことをよく覚えていないので。いいえ、キリトさん、いい人なんですね。会ったばかりなのに、すごく安心できるというか。はい、わかりました、キリト。私にはやるべきことがあるはずなんですけど、でもなぜかそれが思い出せなくて。いえ、そうではありません。でも思い出せないんです。ありがとうございます、キリト。でも私はここにいます。ここで自分のやるべきことを思い出したいんです。どうしました、キリト。すごく寂しそうな顔をしています。キリトと話をしているのはとても楽しいけど、キリトにもやるべきことがあるのでしょ？私はずっとここにいます。だから、キリトは自分のやるべきことをやってください。はい、待っています。キリトと一緒にいると楽しいから。はい、気をつけて行ってらっしゃい、キリト。キリト、キリト、ね。うん、でも来てくれたらやっぱり嬉しいです。どうしてだろう。キリト、そうですか。わかった、じゃあやめるね。キリトは昔の私を知ってるんだよね。私たちどんな関係だったの？月夜の黒猫。そうだったかもしれない。ごめん、やっぱりはっきりとは思い出せないみたい。月夜の黒猫って言葉には確かに覚えがあるんだけど、で
も、現実世界か。キリトに言われるまで、そんなものがあることも忘れてた。おかしいよね。まるで、最初から SAO の世界にいるような、そんな気がしてたみたい。そっか、キリトも同じなんだ。なんだか、それってすごく嬉しい。もしかして、私とキリトは、現実世界でも知り合いだったのかな？そっか、ちょっと残念だな。ぼんやりとだけど、私、戦わないといけないの。どうしたの、キリト。ううん、私を心配してくれたんだよね。ううん、私は戦わないといけないの。その理由はまだよく思い出せないけれど、でもこれは逃げたらいけないことなんだ。キリト、どうしたの？顔が真っ青だよ。ありがとう、キリト。私も、なんとなくこの辺りのモンスターは強いなって知ってるよ。でも、これは、私が、自分でやらないといけないことだから。うん、ごめんね。キリトも？嬉しい。キリトがいてくれたら、百人力だよね。キリトが私のことを思ってくれてるのはすっごくわかる。ありがとう、キリト。今はその気持ちだけで十分だよ。もし話があるなら、それは戦いが終わってからにしよう。うん、私も準備しておくね。キリトに迷惑をかけないように。うん、待ってるね。キリト、準備は整ったの？うん、キリトにはたくさん心配かけちゃってるね。この前キリトと話をしてからまた考えてみたの。でもやっぱり私は戦わないといけないって分かった。じゃないと、まだ、はっきりとはわからないんだけど。全部、戦えばわかると思うから。
空洞の中、そこへ行きたいんだ。進むのはすごく怖いの。ダメ。ここで逃げたら同じなの。とても大事なことだから。あ、キリト。キリトにこうして手を握ってもらうとなんだか安心する。ありがとう。もう大丈夫。震えも止まったし。見ててね、キリト。
今は戦えるんだから。